石黒哲夫はプロ野球中日ドラゴンズ球団職員。ファンサービス部所属。別名、ミック。大学時代にラジオ局でイベントのアルバイトをしていたのをきっかけに1992年に株式会社中日ドラゴンズに入社。最初の4年間は営業部に所属し、試合のチケットの販売に当たっていた。1996年より広報部に所属。 16年間勤務してきたが、2012年1月付で新設されたファンサービス部へ移動。同年8月より、名古屋市中区を放送エリアとするコミュニティ FM、MIDFM761 にて、石黒哲夫のドラゴンズエンタメカワラ版のメインパーソナリティとなる。彼の名を有名にしたのは、球団公式ブログである。 2006年3月22日より、球団公式サイト内にてブログを開始。前述の移動により広報部を離れるため、公式ブログは公認に引き継ぎ、エンタメブログを新設している。 http://dragons-official.at.webry.info スラッシュ200606スラッシュ,ッシュアーティクル20 html ドラゴンズ中日ドラゴンズ公式ブログよりドアラの秘密後書きより ハット http コロンスラッシュスラッシュ d ra g ons o f f i c i a l a t webr y info スラッシュ201112スラッシュアーティクル1 html ドラゴンズ中日ドラゴンズ公式ブログより石黒哲夫のドラゴンズエンタメカワラ版がスタートドラゴンズニュース中日ドラゴンズ2018年1月13日閲覧 ありがとうございます。